須藤貞則明治40年1月20日は、創始芝居の座長。彼の旗揚げ工業が、新派の始まりとされている。岡山の七軒町に生まれた。音平と言った。明治維新で氏族の成果が没落し、郵便配達などを務めた後、1887年、京都で巡査となったが、過激な自由民権運動は、取り締まれ、との命令に逆らって退職し、 1888年、中江町民の自由党機関誌、篠の目新聞に入り、自伝小説、豪坦の書生を連載した。保安条例により、大阪へ追われていた町民は、中村総重郎の歌舞伎、雪中梅を見て、自由民権運動の推進に演劇が有効と気づき、豪坦の書生の上演を須藤に進めた。尻込みした上で、須藤は、 宗十郎の弟子の中村九章に演技の手ほどきを受け、同年十二月、日本改良演劇一座と称し、自作の太陽氏の書生低層歌人と高徳集水作の金の尾弾上の明けの戸を新町座で上演した。素人芝居だったが、物珍しさが評判を呼び、板垣大輔にも激励された。後続の劇団が各地に生まれた。須藤は俳優に転じ。 笠井英二郎、池田吉之助、神原バ聖三郎、横田金原、十数人の座員と、翌年から京都、中国地方、九州を巡業した、第日本創始演劇会、第日本帝国元祖創始演劇などとも称した。創始演劇の創始とは自由民権運動の活動家の呼び名である。1894年、東京で初公演したが、 後続の川上乙次郎、伊予鳳、福井も平、山口貞らの数撃団がすでに根を下ろしていて、須藤はじめ座は注目されず、もっぱら地方を回るようになった。1907年、巡業先の神戸大黒座の楽屋で、廃園のために没した。晩年は不遇だった。肌上げの新町座の跡地に近い大阪市西区新町2丁目の新町南公園には、 1953年混流の須藤貞則改良演劇創始の地の石踏みがある。記号を頼まれた北村六郎は第一案の審判演劇発祥地は嫌ったという。劇団審判のホームページは須藤を審判の外しているが、創始芝居と審判とは別の系譜とする論も行われる。ありがとうございます。